海上自衛隊の C4I システム1-9、イナズマの戦闘指揮所情報処理装置1-9は、海上自衛隊の C4I システムの一つ。海上自衛隊では、ミサイル護衛艦やヘリコプター護衛艦に搭載する戦術情報処理装置については、アメリカ合衆国からの対外優勝軍事援助による購入に頼っていた。その一方、反用護衛艦に搭載するものについては、 コストの低減と技術の寛容の観点から、最初期から国産機を開発、採用してきた。まず、知らね型用のデジタル式目標指示機として、開発されていた TDS-2 を元に発展させて、我が国初の戦闘式システムとして、1区 -5 が開発された。これは、センサー情報の入力を受けて、目標の脅威評価を行い、 炭酸も及び 76mm 炭装速射砲を完成するシステムであり、初の汎用護衛艦である初雪型に搭載された。その後、朝霧型では、さらに、リンク11及び対空捜索レーダー、電子戦装置との連接を実現したナ区 -6 が開発、搭載され、後にはさらに1区 -101 対戦情報処理装置との連接に対応した。 一区マイナス七に発展した。一方、海上自衛隊は混合型においてイージスシステムを導入したが、これは自動化、統合化を大規模に推し進めた画期的なシステムであった。この考え方を取り入れて、新世代の DD であるメ型向けの戦術情報処理装置として開発されたのが本機である。本機は、 情報処理能力、意思決定支援能力を大幅に強化するとともに、全部機システムとのデジタル連接化を実現している。電子計算機としては、従来の1区 -5,6,7 では旧式の小型コンピュータである AN、9-20を採用していたのに対し、1区 -9 では、新世代の大型コンピュータである AN、9-43が採用された。 情報表示コンソールについても、1区 -5,6,7 では、アン、ウやマイナス4が用いられていたのに対し、1区 -9 では、アン、クマイナス -21 に更新され、また操作表示系の向上が図られた。顕著な改善点として、情報表示プロジェクタの導入がある。これは、イージスディスプレイシステムに類似した、大画面液晶ディスプレイ2面より構成されており、 戦術情報の表示を効率化している。なお従来機の場合、DD 用の1区 -5、6、7では、P コンソールであるアン・ウや -4 のみが用いられており、部隊対戦戦式支援機能を備えた50、DDH 用の1区 -3 でも、これに加えてやや大型の水平型コンソールであるアン・ウや -4 が、軍司令部に1機設置されたのみであった。 また対戦線機能に関しても、やはり 63DDG で搭載された1区 -100 に、アスワックスの機能を活用した1区 -1003、アスワックスを開発、搭載して連接することで、統合化が進められている。その後、イカズチにおいては、ナ区 -9B、高波方においては、ナ区 -9C とマイナーチェンジが進められた後、サザーナミにおいては、商用。 オフザシェルフ化及びシステムのネットワーク化を進めた全面的な改良型である1区 -9D に移行した。これは従来のアン、クマイナス4 3電子計算機とアン、クマイナス2 1情報表示コンソールを一括してアン、クマイナス7 0によって更新し、計算処理を一部とはいえ分散コンピューティング化して将来的なオープンアーキテクチャ化も視野に入れて、 リアルタイムミドルウェア及びローカルエリアネットワークを導入したものであった。1区 -9D の欄構成は、電子計算機、情報表示プロジェクタ、情報表示コンソールなどを連接する CDS 内ブランと、レーダーや FCS、アスワックスなどを連接する戦闘システム欄に対別できる。また、鈴波においては、さらにリンク16及びオーク -1B に対応して、 データリンク機能を強化した1区 q e に発展した。ありがとうございます。